MVP はこれまで世界12カ国で、はい、約800万人以上のお子様、うん、子どもと若者に MVP の教育をお提供しておりますので、はい、今度はその800万人を分母として交流を、はい、それも平和というテーマで交流していってくれたらというのが、はい、Well, peace and love, peace and love. My name is Ringo. And I won't give you any advice. I'm not in the advice business. I can only tell you what I do. I try my best to promote peace and love around the world. I've been doing that since the 60s. And I know this is for young people, so before a lot of you were born. But, you know...さあお聞きいただいておりますのはリンゴスターさんからのメッセージです、まあ、このように数多くの著名人が支援する団体なんですけれども、本日は一般社団法人ノンバイオレンスプロジェクトジャパン CEO の梅原博之さんと、そして常務理事の衣川久美さんにお越しいただいております。そして本日は有機網ワールドアカデミー会長の稲井秀人さんにも加わっていただいてお話を進めたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、素晴らしいですよね。リンゴスターさんからメッセージがあるということで、はいはい、どういう団体なんでしょうか。はい、ノンバイオレンスプロジェクトという、我々スイスに本部を置きます非営利団体なんですね、うん、設立されたのは1993年なんですけれども、はい、実はそのきっかけは1980年に、まあ、若い方ご存知かどうかわからないんですけども、うん、元ビートルズのメンバーのジョン・レノンさん、はい、反戦論者で平和主義者だったジョン・レノンさんが射殺されるという、まあ、悲しい事故があったんですけども、はい、それをきっかけにノンバイオレンスプロジェクトを作った人々が平和活動を、はい、もう二度とこんな悲しい暴力の事件を世界で起こさないようにしようっていう活動を、うん、まずヨーロッパでスタートしたのがきっかけなんですね。そうですか、はい、なるほど。この、ね、素晴らしい団体の中でお二人はどのような位置づけで活動なさっていらっしゃるんですか。私は、ノンバイオレンスプロジェクトジャパンの設立をし、現在 CEO として、NVP ジャパン、これの管理運営、はい、これの責任者として、仕事を職務を受けております。そうですか、はい、で私の方は今NVP ジャパン、これは2015年に、はい、日本法人として設立しているんですけれども、そちらの、国内の広報と、あと、まあ、教育素材、後ほどお話しさせていただくんですけれども、はい、そちら の, 整備等々をやらせていただいております。そうですか、はい、この活動は今どのような感じで進んでいらっしゃるんですか。国内においては、はい、まあ、設立してちょうど5年なんですけれども、実は本部の方が、まあ、20年以上経ってますけれども、非常に長い時間をかけて、はい、まず教育素材を作っているんですけど、まあ、はい、私たちの、まあ、メイン の, 活動の一つは、はい、子どもたち、若者と子どもたちに平和教育を普及するという、ちょっと教育という言葉が入っているので硬そうに思うんですけれども、平和とは何か、どういうふうに生きていくと世界を幸せにできるかということを、まあ、教えていきたいというか、一緒に共有していきたいということをミッションとしておりまして、はい、まあ、それが理念というか、そうですね、いうことなんですね。で、本部の持っている、まあ、英語でできたちょっと文化の違いで、言葉とか価値観が違う部分がある教材を、まずは日本語に訳すというところから5年前取り掛かりまして、そこで、まあ、大変な時間と苦労と、はい、を経験しまして、まあ、そこでちょっとあれですね、小木先生とか、そうですね、NVP の教育プログラムなんですけれども、対象年齢が、下が9歳10歳から上が18歳と、いう形でレベル1からレベル3という3つのステージに、よって構成されています。で、教育の内容はスクールフォーピース、それとスポーツフォーピースという2つのプログラムが各々レベル1からレベル3まであると、どこが違うのかということなんですけれども、スポーツフォーピースは、学校という教育現場で、子どもたちに使っていただきたい教材です、
スポーツフォーピースというのは、スポーツコーチの皆様が子どもたちにスポーツをコーチングする時にですね、この NVP のプログラムを活用していただける、プログラムとなっております。基本的な、プログラムの構成教材の内容は同一なんですけれども、やはりスクール学校用のものは、いわゆる教育を行う設備、すなわち教室ですとか、机ですとか黒板ですとか、こういったものが完備されているということを配慮して構成されております、これが NVP のベースになっているプログラムです、一方スポーツフォーピースは、いわゆる外のフィールドでスポーツコーチングの時に使いますので、スクールのものをいわゆるそのコンデンスというか、凝縮をした形になっております、なるほど、これを受講するとどのようになっていくんですか。基本的にはですね、各々のレベル、スクールで申しますとこれがベースですから、ワンセッションが40分、かける、10セッションですから、1日40分やっていただいて10日間、ですので、これはもうその先生の裁量にお任せをしちゃいます、1週間に1遍であれば10週、1週間に2回やるぞであれば、半週と、夏休みに集中でやっちゃえばそれこそ1日サッセッションよりは3日でできると。でこれを終わられた子どもと若者、生徒の皆さんは、その NVP のプログラムを子どもに教える先生の判断によって我々に終了しましたというレポートをいただきますと、我々の方からスイス本部の方にですね、レポートを出しまして、スイス本部から受講したお子さん全員に、半分ぐらいしか出ないお子さんはダメですが、基本的に一生懸命やられた、受けられたお子様には、スイス本部のチェアマン、会長からですね、各々の名前が入った、講習終了証明書というものを発行させて、記念にもなりますね。でちなみに NVP はこれまで世界12カ国で、約800万人以上のお子様、子どもと若者に NVP の教育を提供しておりますので、逆にこの NVP のディプロマと言っておりますが、講習終了証明書を受け取ったお子様同士が今度はその800万人を分母として今後世界で、今ネットの文化ですんで、交流を、それも平和というテーマで交流していってくれたらというのが我々 NVP の一つの大きな夢であります。これを受けられた方ってどのように変化されますか、その前と後で。実は今過去のデータというものが正直言って、いわゆる非営利団体にありがちなですね、ビッグデータ化してなくてですね、何万人にやったぞという、実はそのリストも今やっと整備が始まったというところですが、感覚的なものでいいですか。感覚的なものですと、例えばアメリカフロリダの高校ですが、この高校でこのプログラム2日間で10セッションですね、高校生にやった時に暴力の発生率が 40% 以上低減したと。素晴らしい、素晴らしいです。あとは、これはウガンダ、NVP ウガンダがあるんですが、ここでも NVP プログラムを子どもたちに提供した後の、いわゆるノンバイオレンスですから、暴力に対する発生が、ここは 50% 以上と、逆に言うと、ウガンダという国柄、こんな言い方をすると語弊があるかもしれませんけれども、そのまだ教育が先進諸国と比べて、そこまで、なんていうんですか、成熟してないので、逆にこういった数字が出るのかなと思いますけれども、これ日本でいうといじめとかあるじゃないですか、そこにもなんか関連するものがあるじゃないですか。おっしゃる通りです。ノンバイオレンスプロジェクト、我々、団体の名前なんですけれども、日本語に直すと非暴力、暴力となってしまいます。日本で暴力と言いますと、いわゆるその叩くですとか蹴るですとか、身体的肉体的な行為というイメージが非常に強いんですけれども、我々が考えます暴力というのは、今おっしゃいましたように言葉の暴力であるとか、態度の暴力であるとか、いじめですとか、あとは無視をするですとか、ネット上のありとあらゆる、その、なんていうんですか、人間を
平和な環境にいることができないことが全ての暴力につながり、暴力というのはどこから出てくるんだろうと、暴力をすることがいけないというのは簡単なんですが、発生を抑えるためにはどうしたらいいのかというのは NVP の考え方です。で、まあ、これは後ほど絹川の方から、あの教育の部分で細かい説明があると思うんですが、暴力の発生というのはいわゆるコンフリクト、意見の相違が出てくると思うんですね。じゃあその意見の相違をどういうふうにマネジメントコントロールしていくかということを、子どもたちに意見の相違って何だろうって認識をしていただき、じゃあそれの解決方法、黙ってるとどんどん意見の相違が大きくなってちゃうよと、でもこういうふうにすれば、お互い言ってることを理解できるんではないか等々の方法論を、非常に簡単なスキームで NVP プログラムは子どもたちにまあ提供するということを、受けたいですよ、ね、僕が受けたいですね、まずこれを知っていただいたら、さまざまなことが変わってくるというね、そういう一つのポイントになりそうなんですけれども、はい、これあの、ね、大事なお話なのでまた詳しく、ね、伺っていきたいと思うのですが、来週もご登場いただけるということですので、この続きはぜひ楽しみです、ね、来週、お聞きしていきたいと思います。ぜひありがとうございます、ありがとうございます。さあそれでは、ね、来週もまた楽しみに、していきたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。私たちの教育のに3つの、理念といいますかテーマがありまして、1つ目が日本語では分かりにくいのセルフエスティーム、2つ目がコンフリクトマネジメント、そして3つ目に我々の本当に一番最大のテーマであるノンバイオレンスっていうのを持ってきているんですけども、